妻ヘレナとの間の娘であり、ノブゴロドコウ、ムスチスラフの一人目の妻となった人物である。クリスティーナに関する資料はわずかであり、その誕生年は不明である。出自と結婚に関しては、1194年もしくは1195年のフランス王フィリップ2世と、その二人目の妻インゲボーとの離婚に関する文章の中の記述に基づいている。 具体的な結婚年に関しては、バシリー・タチシチェフは1095年であると論じたが、ポーランドの歴史家、ダーユシュ・ダブラウスクはこれにことを唱え、1090年から1096年の間であるとした。ムスチスラフとの間に複数の子を成した後、1122年に死亡した。おそらくボツチはベルゴロドであるが、その埋葬地に関する資料はない。A.B. ディブラウスキー。 ダーユシュ、ヘネアロハームシースラワオイクサオ、ピアベズポコレニア、クラックオ、アバロン、ピアニッシモ、78-79、ディプロマタリウムスウェイケーナム、スウェンスクディプロマタリウム、101、リルジグレン・ジェイジ、ストックホルム、1829、1、817から1285、P125、ありがとうございます。